マジ尽くし合いって最強じゃね。もう喧嘩しないでよ。私だって使いたくないんだから。ルイさん、倉庫にポポクテソンを置いておいたよ。取ってきたの？うん、必要だって言ってたから。手に入れられたのはマシロちゃんのおかげだけどね。森のどこにポポクテソウがあるかすぐに見つけちゃったんだから。そう、これで今までと同じようにゴブリンに働いてもらえそうね。街づくりに関して倉田さんにはいろいろと助けられているわ。ありがとう。おー、ルイルイが褒めてる。なんかおかしいんだよな。白にしては頼もしすぎるっていうか、私たちに頼ってこないのも変な感じするし、なんか裏がありそうな気がするんだよな。それって大変なことになるんじゃ。すごい兵士の数。町の外まで列が続いてるよ。え、魔王って豚じゃん。豚がめっちゃ喋ってるんだけど。確かオークだったかな。豚の魔物ですごい獰猛な性格だったはずだよ。そそのかした？私たちは何もしてないけど。シロちゃん、起きて。ん？あれ？ここは。おはよう。ようこそ、牢屋生活へ。気を失っている間に、魔王の城へ連れて行かれたみたいね。多分、負けイベントってやつじゃないかな。ゲームの中には絶対敵に勝てないイベントがあるんだって。そうなんだ。体力ゲージがゼロになったからゲームオーバーになっちゃったって焦ったよ。この VR ゲーム、先の読めない展開が売りって SNS に書いてあったけど、まさにその通りだね。異世界に転生して冒険できるゲームっていうのは知ってたけど、なんでみんなキャラクターが違うんだろう。ゲームの最初にあった性格診断が関係してるんじゃないかな。ほら、いろいろ聞かれたでしょ。きっとあの性格診断でその人に合ったキャラクターや獲得するスキルが決まるんでしょうね。言われてみれば、トウコちゃんのスキルもトウコちゃんっぽいし、ルイさんのスキルもルイさんっぽいかも。確かにフースケのスキルもフースケっぽいしな。ぽくない。そんなに褒められたいなんて思ってないから。
じゃあ私はスライムっぽいってこと？なんで？さあ、でも変色者っていうすごいスキルもらってるんだからいいじゃん。スキルを増やせるなんてなかなかないっしょ。確かにそうかも。しかも大根女さんっていうすごいスキルもあるし、もしかして性格診断でいい風に判断されたのかな。とにかく体験版をプレゼントしてくれた風助パパに感謝だな。シロが新曲の作詞に苦戦してたから息抜きにって始めたけど、めっちゃ面白い。それでどうするの？まだゲームは続いているみたいだけど。もちろん借りを返す。魔王見てろよ。私もここまで来たらクリアしたい。でもどうやってここから出ればいいんだろう。シロちゃん、何かいい方法ないかな？今までみたいにスキルを上手に使って脱出できない？うん、任せて。なんとかしてみせるよ。心強いな。コク、お知らせです。ここからはプレイヤー自身の力で進んでください。え？私は性格診断でゲーム超初心者と診断されたプレイヤーが序盤をスムーズに進行できるように用意されたスキルです。ゲーム序盤で本ゲームの操作に慣れてもらい、中盤以降は自らの力で進めてもらうことを意図しています。魔王城は中盤のフィールドです。以後私のサポートは最低限のものになります。そんな待って、大官女さん、見捨てないで。真白ちゃん、どうしたの？実は。今までの活躍は全部大患者っていうスキルの指示だったの？ごめん、何度か説明しようと思ったんだけど、タイミングを逃しちゃって。ほーら、私の勘当たってたっしょ。やっぱシロはこうでなきゃ。いろいろ教えて甘やかすなんて、まさにシロのスキルって感じするよ。どうやら倉田さんに頼りすぎていたみたいね。シロちゃんごめんね。勝手に持ち上げられて辛かったよね。本当に反省だよ。そんな風に言われると逆に辛い。みんな、あれを見て。牢屋の前で見張りをしている兵士の腰、あそこについているのは牢屋の鍵じゃないかしら。あれを手に入れられたらここから出られるかもしれないわね。でもどうしたら。今ご飯の最中みたいだね。美味しそうなものをむしゃむしゃ食べてる。ご飯？あ、そうだ、ななみちゃん、あの食べ物を辛いもので辛くできる？別にいいけど、意味あるのかな。ちょっと味が変わるぐらいだよ。気を失って倒れちゃった。ブクブク泡まで吹いてる。やるじゃん風助、ナイス頭脳プレイ。ゴブリンさんがナナミちゃんの辛くした食べ物を魔物退治の罠に使ってるのを思い出したんだ。そうだったの。辛いもの仲間だと思ってたのに。これで鍵は手に入ったわ。行きましょう。